始まりました。新作おすすめランキング、映画評論家の森夏と申します。そして。映画評論家の星です。どうぞよろしくお願いします。はい。はい。なんかこの感じもちょっと久しぶりな。久しぶりです。まずは、上海国際映画祭どうもお疲れ様でした。はい、遅くなりました。すいませんでした。とんでもございません。もう働き詰めて10日間ぐらいでしょ、はい、そうです。もうずっと動きっぱなしでしょ、ずーっと動いとか、1日のその夜で、終わったときも、この朝何をやってるかも忘れたぐらいの感じです。あなたもプログラミングディレクターの役割超えてるよな。いやもう確実に。何役やってるの？他のプログラミングディレクターのチームの皆さん、ほとんど何もしないの。そんなこと言ってね、大丈夫か？大丈夫。いやね、だから僕はもうね、日本でドンキに、情報だけ得てましたけども、あれですよね、君の色が、はい、山田直子。本当におめでたいです。田村元気さんプロデュースの、はい、アニメーションの最優秀作品賞ってことですよね、はい。はい。まだ見てないんですけども、楽しみですね、うん。そうですね。今やってんやったら、ルックバックとかも、いち早くやってたよね。そうです、いち早く。あの日がワールドプレミアで、上海はアジアプレミアということで、ね、すごく、なんていうか、チケット発売多分10秒以内全部売り切れたという。10秒で。10秒で。やっぱアニメ作品が本当に新作も旧作も含めて、とにかく秒殺ですね。コンサートシーズン。コンサートシーズン。パーフェクトブルド、パプリカもやってて、うん、で、広角機動隊も、4K バージョンもやってて。やっぱり。それは秒殺やろ。秒殺ですね。しかも、超でかい劇場でやるので、みんな見に行きたい。1000人席で。カンヌエクスプレスでもうね、はい、ナミビアの砂漠もやってたでしょ。ナミビアも秒殺でしたよ。あ、そう。やっぱりね、今、この最近数年間の感じですと、やっぱり昔は日本のメディア映画とかも含めて、うん、そもそも中国、メインラインドで上映されるチャンスが少ない、うん、もしくは配信されることが少ないので、メジャー作品がもう秒殺のものが多いんですけど、うん、最近やっぱりちょっとどんどんその配信とかも上映も増えたので、うん、どっちかというとやっぱり、より映画専門系っていうか、サッカー寄りの作品が、やっぱりどんどん秒殺ですね。特にナミビアがすぐ上映される。これはちょっと嬉しいですよね。映画専門としても、やっぱりアジアプレミアにできて、すごく、やっぱり、ありがたい話で。あ、そうか、そうか、うん。確かアジアプレミア。そうなんですよ。だからカンヌの前からずっと話してるので。あれで言ったらさ、はい、大美穂監督の僕が生きてる二つの世界で言うとワールドプレミアです。ワールドプレミアムです。はい。まあメインコンペティション部門はもう本当に映画祭の、まあ、ルールもあって、ワールドプレミアは必須なので。なるほどね。はいはい。いや、本当に素晴らしい映画なので、日本は9月公開。あ、言ってる前よね、でもね。そうそう、もうぜひ、まあコーダの内容ではありますけど、はい、あっちのコーダと全然違う描き方。あ、違うの？全然違うので、描き方は。あ、そう。東洋的な感じなので。あ、それ楽しみですね。はいはい、うん、全然違うといえば、100元の恋、あたくしんさんがアジア新宿の審査員もやっておられて、はい、そうなんです。VIP ですよね。そうなんです。ね、はい、100元の恋も100円の恋とだいぶ変わってるんでしょ。あ、変わります。あの放題もちょっと、ん？っていう感じでした。100元と100円、そもそも値段違うので。全然違う。からな、そう、これ面白いよね。あ、 あと増村康造特集、ね、はいはい、これも本当に映画祭としてすごく光栄に思ってて、うん、今年増村監督100周年で、まあ世界の映画祭の初めての特集は上海でやってて、うん、妻が告白するとかはもうワールドプレミアなので、うん、今年多分、ね、これから他の映画祭も増村映画の 4K バージョンがどんどんワールドプレミアされるので、うん、期待してますね。増村はね、うちらをや、なんか動画をやりたいって言ってやってるんだよね、うん、一人ですもんね、はいはい、うん。まあ今年を通してもっとその海外で評価されたらですって感じですね。うん、はい、なんかね、いろいろ、マリコ哲也監督も言ってたんでしょ、短編でね。マリコ哲也監督も言いましたね。マリコさんは割と、映画祭期間中、映画祭を充実にしているはずですね。まあ、いろんな映画も見たり。楽しんでた。楽しんでたと思います。マリコさんはちょっと久しぶりやから。あ、そう、森さんの話も出ました。あ、そう。いつ森さんと出会ったのかも覚えられないぐらい、昔の話でした。いや、本当よ。なんかちょっとね、ご無沙汰してるんで、はいはい、ディストラクション以降ね。はい、またちょっと、出てほしいよね。そうですね。ね、本人もやっぱり、なんかいつか参加したいですよね。いや、本当よ。そう、だからさ、はい、その間、あなたが行ってる間にも、はい、この、当活弁シネマクラブ。はい。
登録者数がなんと1万人に。そうなんですよ。いや、本当にありがたい。ありがとうございます。最初はもう3000人ぐらいっていう気分で。いや、でもね、はい、僕は本当ね、まさにそうで、はい、なんとなくですけど、はい、僕ずっと自分はね、マックス3000人の世界の住人だと思ってたので、はい、1万人って、なんか、想像つかないですよね。そうですね。うん、結構、リアルにさ、1万人ってビビるやん。はい、ビビますね。1万人になった瞬間はスクショしました。あ、そうなんですか。まあ、偶然だけど。偶然見てた。はいはい、偶然ちょっとでございます。もうあなたのね、はい、ボスのチャンネルでございますから、もう1万人貸したらね、エグいと思うんですけども、まあ、嬉しい限りです、ね。はい。まあ、といっても特に気負わず、変わらぬ感じでね、はい、このまま進みます。はい、もう亀の歩みなので、地味に地道にやっていければと思っております。引き続きどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ本題に参りましょうね。はい、はい、第155回目になります。その中劇場公開の新作の中から、我々助産道具が、両方鑑賞済みの作品に絞って独断の合議制で毎週ベスト3を勝手に決めていこうという大変不遜な企画でございます。今回は6月14日15日、そして21日22日公開分の中からベストを選出するということでよろしいですか。はい、はい、これもちょっともう遅れてきてるから、ちょっとまた巻いていかないと、ね、はい、ダメだけども、はい、とりあえず今回この2週分ということで、はい、うん、あと例によってこの企画では、活弁シネマクラブの本来で取り上げた作品と、例えば劇場パンフレットに寄稿した作品なども除外してベストを選出しようという、これまた勝手に設けております。それで申しますと、まず活弁動画、蛇の道の動画を撮ったんですか。そうです、はい、フランス映画版蛇の道、はい、黒沢清監督が2度目の出演で、でもあれがあんじゃん。アジアフィルムアワードです。はいはい。これちょっと特別出演で。特別出演でね、はい、アジアフィルムアワード審査委員長動画がちょっと前にあった。はい、ありました。はい、スパイの妻。はい、で、だから3回目。3回目。はい。で、M 社月永理恵さん、ね。月永さん。ね、うん。はい、もう熱狂的黒沢清フリークの月永さん。ちょっともう結末も触れた動画だから、あえてちょっと遅くて配信することになります。ということは、はい、98年のオリジナルとの結構比較がとかもいっぱい、もうかなりコアな話が。ああ、それいいですね、はい、うん。結構ね、ラストっていうのが、ね、そうなんですよ、うん。今回結構重要なので、はい、ちょっとこれは僕も楽しみにしております。はい、もうすぐ出ます、はい。はい。了解でございます。そしてね、私のパンフ機構なんですけども、アンゼルム傷ついた世界どうですか、これです、これです。ビブ・メンダス監督。はい。ビブ・メンダス監督が、まあ、同い年の名優、1945年生まれですよね。アンゼルム・キーファーさん。うん、そして、戦後、現在の、ドイツを代表するアーティスト、アンゼム・キーファーの肖像を捉えた、傑作です。ドキュメンタリー。はい、うん、傑作です。去年確かに年末のベンダス会、私少し話しましたっけ？ね。言ってましたよ、ね。はい。ちょうどその時、その多分ね、プサンで拝見して、すごい映像体験でした。これね、はいはい、そう、3D なんですけど、はい、6K です。ね、6K3D で、はい、かなり立体視の映像としても洗練されてたよね。はい、やっぱりベンダス監督、革命家ですね。いや、すごいよね。はい、だから本当その、こっち側をしつこくやってるの、ベンダース監督にだけになったから、はい、ミニマム系の、はい、3D を、うん、すごいところに到達してるし、内容も本当にいい。だからパーフェクトデイズをご覧になられた方は、ぜひ、ぜひです、はい。見ていただけたらと思っております。まあ、以上って感じでよろしいですか、はい、以上を除いてのベスト3ということで、あと他に気になるもの、ちょっと枠外で見られたらと思います。はい、じゃあ行きましょうか、はい。久しぶりのこの感じですが。久しぶりの。はい。はいはい、では、まず今週の第3位。はい、オールドフォックス11歳の選択でございます。はい。はい。お、早くも、はい、こっちもなんか資料ありますけども、はい、そちらでお任せで。はい。じゃあ2023年の台湾映画ですね。はい。はい、台湾と日本の合作か。そうですね。合作ですね。はい、合作ですね、はい、これはね。1989年から1990年。バブル期で不動産価格が高騰する台北郊外を舞台にレストランで働く父の帯来と、つつましく暮らす11歳の少年、リャオジエの成長を描いたドラマでございます。タイトルのね、オールドフォックスっていうのは、まあ、腹黒い狐と呼ばれている実業家の社長さんを指すんですけどもね、はい、この社長さんが、まあ、資本主義の、弱肉強食と申しますか、はい、ね、現実の厳しさと、まあ、世の中の不条理を少年に教える役回りで、まあ、少年はね、その誠実なお父さんとこの社長さんの、まあ、価値観のあえらで、はい、揺らぎ始めるといった物語展開になっております。制作がね、放射汚染
監督は放射線監督、フラワーズ・オブ・上海で、助監督を務めた1967年生まれのシャオヤ・チュエンさんで、今回が長編4作目ですかね。はい、なお、放射線は、昨年引退を、表明しているということで、はい、これが最後のプロデュース作になったということです。そうですね。シャオ監督の作品をね、多分、おそらく全部放射線監督がプロデューサーとですよね、はい。これまで4作全部ですよね。はい、うん。だからそれも離れちゃうってことなんだな。はい、また、台湾人の人妻、ヤン・純明役で門脇麦さんが、はいはい、台湾映画に初出演を果たしたことも、大変話題でございます。ジョーさん、これはどうご覧になりましたか？はい、そうです。この作品はもう本当に、はい、実は去年の東京国際映画祭でワールドプレミアされて、はい、その時見たんですね。そう、その時に拝見しました。うんうん、っていうのも、やっぱりこの作品は、正直去年台湾金馬賞で、たくさん受賞したのに、なぜか作品賞ノミネートされてないっていう。そうでしたか。はい。ものすごくちょっとおかしいな、みたいな、意見が出たところもあるので、まあまあ、それはもう別として、作品は東京国際で拝見した時、すごくやっぱり興味深く拝見させていただいたっていうのも、やっぱり視点が面白いです。いわゆるその、言ってしまえば社会と人間、社会に翻弄される人間を描く。作品。プラス、その、やっぱり、経済。まあ、これも、海岸令が終わった後の台湾を舞台にしたので、うん、まあ、経済が一気に自由に、まあ、急成長っていうか、激変する時代って言って、ねうんうん、で、私も、日本に来てから中国の経済が急成長っていうこともあって、ね、周りは。2007年に来たよね。そうそう。うん、周りは、両官人と似てる人が多いなっていうことも、ね、面白いね。感じてて、うん、ものすごくやっぱり、なんていうか、この映画を、その、いわゆるその現実、そのリアリティを感じながらも、うん、そういう理想主義者へのリスペクトも感じる、とても、うん、構造が複雑な一本ですけど、純粋な作品でした、ね。純粋な作品ですよね、はい、これね。本当そう思った。良、はい、かったですよね。はい、放射線風といえばそう見えなくないかもしれないけど、はい、ずっとオーソドックスな。オーソドックスですね。作りですよね。少なくともフラワーズ・オブ・上海のワンシーンはちょっと全然から遠いよな。遠いです。実験的なね、はい、ミニマリズムからはだいぶ遠いけど。ここでちょっと一個面白い話を紹介していいですか、はい、っていうのは、シャオ監督はもう本当に多分フラワーズ・上海の前よりも、ホウ・シャオシェン監督と付き合っていて、うん、で、ホウ監督、歌が大好きなので、で、アルバムを出したことがあって、そのアルバムのビデオメッセージ、ビデオ、ミュージックビデオはシャオ監督が撮ったっていう。そう。コロンやもん、コロン。コロンや。完全に。お前撮れみたいな。でも、実際射程よな。ホウ・シャオシェン親分の。はい。もうそんな気はする。あれ、HHH。HHH ね、はい、はい。オリベア・サイアス監督の。いや、あれ面白かったですね。あれ最高に面白いからね。はい、中村さん。天使の方が。そう、はい、歌大好き、カラオケのシーンが。はい。そうそう。だからさ、射程だけあって、はい、エッセンスはもらってるよな。はい。それは思いましたよ。だからさ、特に門脇麦さんは。はい。フラワーズ・オブ・上海の、畑光子さん。これ、もう、そうしか思えないから。これはもう完全に思ったな。そうなんです、うん、これ、畑光子さんの役回りを、そのまま、ほぼトレースじゃないけど、はい、引っ張ってきてるんしちゃうかな、って言ってね。はい、ヤチェン監督は、でもあれやな、浅草キッドみたいな、ねはい、劇団ひとり監督のネットフリックスで、門脇さんを見て、オファーしたらしいですけどね。うん、あとさっきさ、ズルさんちょっと言ったけど、この時代背景、だからさ、はい、戒厳令が88年に起こるんだよね、台湾、ね。そうです、はい、で、その後、要するにその、経済自由化っていうのがあるとか、はいうん、だからその時期、だからこの映画89年から90年が舞台なんですけども、うんまあ、バブル、不動産バブルの、ね、そうですね。もう一気に、まあ、もともといろいろルール、規制がある社会は、一気に堂々、行ってくださいって言って、ね。ところになったよね。そうすると、その、オールドフォックスがいっぱい出てきます。オールドフォックスが、腹黒い傷が、ぐちゃぐちゃ出てくる。はいはい。たまたまだから日本のバブル期と重なってる、はい。そうです、ね。でも関係ないよね。関係ないです。そう。関係ないの構造としては、はい。それ面白いなと思うんですけども、うん。だからその投資ブームが起こって、不動産バブルが起こって、まあ、セリフにはありましたよね、はい。半年で不動産価格が2倍になったとか。そうなんです。もうまさに10年前の中国でしたね。あなたにな、そうやな、でも本当に。朝、整理券取りに行って、その午後は整理券10万円で売れるような社会になってる。いや、でもさ、はい、これってだから、はい、今日本がちょっと無理やり物価とかをね、上げようとして、はい、ちょっと、
ちっちゃい形だけど、はい、そういう感じはあるんですけど、はい、まあすごいもう今経済本当ね日本はダメなんだけど、そうだね、うん、たださその不動産価格がさ短期間に倍になるって、はい、恐ろしい話で、うん、要するにさこのお父さんと少年はコツコツ貯金してんだけど、はいはい、貯金の意味がないの、ね、お金の価値が一気になくなったんですよ。そう、うん、あの貯金の意味ってマジでそのインフレーションってなくなるから、はい、コツコツ貯めてるのがいきなり半額のね、はい、まあ今ほんと円安でその円のパワーが弱まってるけど、それのエグいバージョンが起こっちゃうみたいな感じだからさ、これすごい時代だなと思いましたよ、うん。で、このお父さんがそのシングルファーザーでね、はい、あのお母さん亡くされていて、あの奥さんが、うん。で、まあレストランで働いてる優しい人なんですけども、まあなんかジャズのサックスプレイヤーで、はい、家に帰ったら吹くんですよね、サックス。そうですね、うん。で、だからこの映画もなんか割とジャジーな、はい、その音楽で、小粋に作ってある。はい、うん。で、そのお金をコツコツ貯めて、その息子のね、11歳の息子の服も自分でミシンを使って、作るんだけども、やっぱり経済的にはね、そうなんです、なかなか良くならないっていうね。やっぱり、あの、真面目でやっていく人は、こういう社会環境にやられると、どうしようもない感じが出てきます。うん、するよ、はい。これは僕一番ちょっと、見ながら痛いなと思った、うんうん。いい人なのに、みたいな。めっちゃいい人なのに。めっちゃいい人です。いい人で真面目で、うん、そう、お金を貯めようって言ってね、でも、それがもう、でもやり方としてはこれ、だから少年から見たらさ、はい、もうちょっとお父さん好きだけどさ、頼りないと思っちゃうんだろうな。ううん、これ辛いよね。その辺の矛盾がね。うんうん、はい、でも分からんでもないよ。はい、うん、うん、で。そこに、その、オールドフォックスが現れて、はい、成り上がりのおっちゃん、社長さんがね、はい、まあ、背筋主義の権限なんだけども、はい、ただ、でもさ、もともと貧乏な少年時代を過ごしたっていうところが大きいよね。で、その主人公の少年は、かつての自分であると。はい、目をかけてある。だから、お前もわしみたいになれみたいな感じよね。はい、で、少年の方も、そっちはまあ、あの、勝ち組に見えますから、そのパワーに惹かれて眩しく見える。うん、で、そのお父さんと社長のね、まあ、二つのメンター、さっきも言ったけど、価値観の間で揺らぐという物語が展開するという。うん、まあ、わかりやすい。わかりやすいです、ね、うん、構造で。あと、まあ、時代再現とか、あの、小道具とか、すごくやっぱりしっかりしてますね、美術の方。ああ、そうかもしれないね。はい、うん、そう、素晴らしいよね、うん。そこはなんか、あの、まあ、現在にもね、ちょっと、そうですね、あんまり言わないけど、飛ぶシーンもあるから、そこの、金閣時代劇な感じっていうのはちゃんと作ってるってことでしょうね。はい、うん、でもさ、監督自身67年生まれだからさ、うん、別に自伝的な内容ではないってことよね。だって当時22、3歳ってことでしょ。自分が感じたことかもしれないですね、その時代を経験して。確かに。はいはい、そうやった、うん。3世代に散らしてんじゃん。そう、ね、言ったら、はい、その少年とお父さんと、うん、あとそのオールドフォックスはもうおじいちゃん近いからね。はい、この3世代に。そうですよ。だって80年代末だともう20歳過ぎて。そうそうそう。少年じゃないです。そうそう、はいはい。もうね、成人してすぐで社会に出ましょうかみたいな、はい、として、そろそろ放射汚染と出会う、はい、感じの頃じゃない、はいはい、うん、うん。それこそ時期的に言ったら。放射汚染は非常常識とか。そう、非常常識とか作ってる頃だからさ。はいはい、そうそう、はいはい。うん。そう考えると面白いけどね、うん。少年役のね、バイ・ロンイン君か、顔つきもすごく良かったですね。はい、サブ監督のミスター・ロンの。そうですね。すごく有名な子役さんらしいんですね。みたいですね。はいはい、うん、もうミスター・ロンも結構前だもんね。結構前ですね。うん、あれ、チャン・ジェインです、ね。そうそうそう。はいはい、あれ、ベルリンの国際画祭も入った気がしますね。はい、そうね、うん。そう。サブ監督、ベルリン強いもんね。ベルリン強いです。うん、はい。でも、放射汚染の引退はなかなか、まあ、残念ではありますね。残念ですね。うんうんうん、じゃあ、このヤー・チェン監督も、ここからはじゃあもう、射程を超えて独り立ちでここそうなりますね、うん、はい、うん。どうなるんでしょうね。うん。うん、まあ、でも、もともと作品少ないので、もう、確かにそうだな、はいはい。20年で5本、4本。4本だね。4本だから、うん。うん。まあどうなるのか、うん、まあ。放射汚染もね、ちょっとまたなんかやりたいなと思いますけどね。そうですね、番組で。そうですね。はい、まあともあれ、はい、そういう作品でもありますので、はい、ぜひご覧いただければと思います。はい。はい、次行きましょうか。うん、はい。では今週の第2位に行きましょう。第2位は How to Blow Up でございます。ああ、出ました。はい。How to blow up、うん、up pipeline。そうですね。現代は。現代は。パイプラインはね。そうそう。これ結構重要なんですよ。はいはい。はい。2022年のアメリカ映画。はい。環境活動家の若者グループ8人によるテキサス州の石油精製工場、パイプライン爆破を描き、
アメリカでスマッシュヒットを記録しながらも、賛否両論。まあ、そうでしょう。そうでしょう。これ賛否両論、そうでしょう。まあ、環境テロ行為を助長するというね、うん、まあ、FBI が、はい、警告を出すなど賛否両論を巻き起こした104分かな、社会派エコスリラーでございます。うん、スウェーデンの、気候変動学者、アンドレアス・マルムさん。まあ、スウェーデンの方ですよね。うん、グレタさんと同じですよね、うん。スウェーデンですからね。はい、2021年に発表したノンフィクション 書籍、パイプライン爆破、燃える地球でいかに戦うか。これはもうそう、日本、翻訳も出てるんですけども、を元に、監督のダニエル・ゴールド・ハーパーと主演を務めるアリア・ウェアラーが共同で脚本を執筆しまして物語の形に翻案して16ミリフィルムで映画を撮影したという次第です、はい、北米背景はネオンですね、はい、ダニエル・シャイナートとかエドガー・ライトの、まあ、数々の有名監督が年間ベストに選出したことで話題になった一本でもございます。ジョさん、これはどうご覧になりますか。はい、この映画は本当にその森さんが紹介したようにその時すごく笑いにはなりました、うん、はい、やばい映画がやばいみたいなその賛否とかも FBI の方で紹介出て、確か2023年の頭ぐらいで拝見してて、うん、あ、結構前で、ね、結構前で拝見、でももう本当に話題になって拝見して、まあとにかくまずはかなりやばい映画を見ましたなっていう感じですけど、はい、ただあくまでも実際かなり、まあ言ってしまえばガチ社会問題ものなんですが、映画自体はもう犯罪ものとしてもエンタメ性がすごくちゃんとしてますし、うん、でそこがあるから割と紹介できるところもあるよね。でキャラクターもしっかり8人でしたっけ。そう、あとやっぱりなんか青春、やばい青春物語。やばい青春物語ですね。はいはい、おっしゃる通り、あの時代の日本に近いじゃないかなと思います。割とね、はい、ゲバルトのものだったんだけど、そうそうそう。そう、若松プロみたいな。あ、若松プロですね。確かに、ね。本当に、はいはい。いや、本当そうなの、はい。これね、いや、エコテロってさ、日本で訳して、はい、まあ、エコテロリズム。そうですね、エコテロリズム。はい。すごい、まあ、特に欧米で。欧米がすごいですね。話題じゃないですか、今、うん。有名なのがね、イギリスのジャストストップオイルっていう、はい、まあ、環境運動団体。はい、それも2022年とか、そうなんです、設立が、うん、本当だから、はいはい。タイムリーですね。そう、本当タイムリーよね。はい、ここの、で、2022年の映画だから、はい、本当同時代的に出てきたなっていうぐらい早いと思う。うん、はい、たださ、もうほぼさ、ニュースでは、迷惑系 YouTuber。そうなんですよ。そういう、アホたちが、なんかこういう、みたいな、上から目線です。でもね、本当に、はい、もう、僕アートアタックっていうのはもうちょっときついわ。はい、あの行為、うん。ゴッホのひまわりとかになんか、はい、あれ、トマトスープ。はい。あと、モネにマッシュポテトとかさ、はい。最近もなんかまたあったもんな。ありますね。美術関係のさ。うん、アートアタックちょっとやめてほしい。はい。あれ完全に、だからバズるからと。そうです。その、うん、見た目がさ、はい、まあ、美術館でやったらメディアが大きく取り上げるから、まあ、理屈としては世界への強いメッセージになるからってことですけども。うん、でも、あれはちょっと、だからさ、ちょっと前にあの、美と殺戮のすべて、あ、はい、はい。ダンゴールディンの、はい、あれはね、はい、ちゃんとしてるじゃないですか。美術館の抗議活動でも、大員とか、はいはい。あれはまあ、もう大人だでっていうか、そう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 、もう、こっちはもう完全に未熟者。未熟、そう、ちょっともう、はい、まあ、言ってしまう幼稚ですね。幼稚ですよね、いたずらに近い感じ。そうですね。その、ねえ、もう文化財に、そんな食い物かけんなよって思うやんか。はい、って思うんだけど、だからさ、まあでもこの映画の、うん、はシリアスなね。まあ、エコテロはシリアスなんだけども、で、まあ一応さ、その、設定としても、まあ大気と水の汚染で白血病になったりとか、はい、あとその具体的な被害があるじゃないですか。いろいろ失業問題とか。うん、はい、ただまあ、そこはね、賛否両論を呼ぶと思うんですよ。その現実との連動っていうのが強いから、はい。で、その現実で起こってることが結構やっぱりその、ひどいっていうのがあるんで、はい、ただその問題意識としては、やっぱりまあ地球温暖化、気候変動へ、うん、変動とかね、巨大なシステムの構造の方が暴力であり犯罪だっていうのは、まあ問題意識としてやっぱり強いんでしょうね。強いですね。うん。いわゆる Z 世代と呼ばれる。あ、そうですね。うん、問題意識としては。その辺かなりこの作品攻めてバランスよく取れましたなと思います。バランスいいですね。はいはいはい、いや、実際。見やすいし。そう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 。はい、だからね、エンターテインメントってことで言うと、うん、本当そのケイパー映画って言われますけど、はい、まあ強盗映画、襲撃映画のスタイル。だからさ、なんか
レザーバードックスとかって言ってたよね、ご本人もね。はい、あの、監督さんが、あの、オーシャンズイレブンとか言ってたし、うん、まあ、もっと古典で言うと、あの、キューブリックの現生に体を張るとか、はい、さらに遡ると、その、ジョン・ヒューソンのアスファルトジャングルとか、いろいろあるんですけども、はい、割と王道のフォーマットですね。王道ですね。はいはい、あの、その、エコテロを、強盗映画のスタイルで撮るっていう。そう。だから、やりたいメッセージもありながら、その映画として、そのエンタメ性が。そうそうそう。はいはい。うん。あと、まあ、結構そのテロリズム、暴力革命についても、一定のその批評的視座みたいなのを置いて、はい、うん、まあ、例えばありましたよね。結局、だからそのセリフでも、このテロで一番苦しむのは労働者だって。そうですね。はい、そこは分かってんのかみたいな、うん。この視点がなかったらね、僕もこの映画結構しんどかったですよ。はい。遊びのような感じになっちゃうからね。そうだな、はい。だから難しいよね、はい、その辺ってね、うん。だから理屈の枠組みっていうのは、まあ、賛否両論がよく分かってます。その見終わった後は。やっぱり火が出る方です、ね。火は出るし、僕の中でもちょっと分かれるよ。はい、だからさ、その、何でしょうね。だから、まあ、だからさ、その、ある意味そのゴジラマイナスワンじゃないんだけども、はい、あれってだからその特攻思想を、はい、でも人間の生命は失わないでっていう形にしてたじゃんか。はい、うん、あれとちょっと近くて、人間の暴力は脳だけども、うん、そのなんだろう、財物破壊はするってことでしょ、はい、これってサボタージュって言って、あの、ビュースティーボーイズじゃないんだけど、サボタージュっていうのが、まあ、アートアタックに近い、あの、概念としてね、うん、あの、割とその、昔からあるんですけど、昔90年代ぐらいからね、うん、営業妨害みたいな。だから言ったらその暴力革命のアップデートってことなんだけども、はい、ただね、まあ、でも理屈は同じやん。同じです。うん、構造も同じです。構造も同じなの。はいはい、その、ゴジラマイナスワンの時もそう話したけど、はいはい、その、アップデートはしてるんだけど、はい、構造が同じだから、はい、そうねって思っちゃうとかあるよね。はい、そうですね。まあでも、軽く見るわけにはいかんような気候変動。そうですね。と思ってましたけど、ね。どんどん10年後どうなるかわかんないです。今の。ああ。気候を見ると。今日たまたまちょっとマシだけど、はい、昨日はちょっと梅雨でエグかったし。今年も梅雨も異常に遅くて、だからもう、だからどんどん激変するじゃないかなという。上海も梅雨すごい、ね。すごかったです。さっき聞いて、なんか日本よりもさらにいや、もう東京の倍ぐらい出ると思います。それも。僕言ったら完全に具合悪くなると思うから、うん。え、それ昔からなの？昔からですよ。あ、そうなの、はい、じゃあ気候変動とは関係ない。気候変動とかないけど、ただね、うん、最近ゲリラ豪雨とか多かったですね、雨が。あ、雷がガーンって。日本でもね。日本でもそうです、ね。多いし、ね、うん。上海でもやっぱりそう。やっぱり多いですよ。うん、多かったり。やっぱりあるよね。うん、だからやっぱりこれでも、その意味ではそこは真剣だもんね。そうですね。多分今、天気候とかは、あの、南の方というよりも北の方が危ないですね。あの、夏がかなり暑くて。そうだね。はいはい、確かにね。うん、でも、どんどんそれが広がっていく。北海道でも普通に35を超えるとか。そうよ。はい。あの、もう、昔、北海道、あの、夏行っても寒かったね、夜とか。はい。中国も北京とかも普通に40近くに行くとか、ありえないぐらいの話が今も。はい。あの、メッカ、巡礼の1300人でしたっけ、はいはいはい、亡くなったとか。亡くなった。うん。だって50度とかあったんですよ。そうなんですよ。うん、もう、そう、どう考えるか、おおって。まあでもそうなったら、はいはい、まあかといってな、別にゴッホの絵にトマトスープかけてそれが解決するわけではないんだけど、はい、まあいろいろ考えちゃいますけどね。そうですね。これは見てほしいよな、はい。やっぱり今、だから本当その問題提起策としてはね、そうですね、この問題はやっぱ本当に重要なんだっていうことは、うん、出てきて叱るべき作品って気はしましたよね。はい、うん、賛否両論も含めて、うん。これはもう今、ぜひ見ていただきたいなと思っております。はい。はい、ぜひご覧ください。はい、ではでは、うん、第1位、行きましょうか。行きますか。はい、うん、続いて今週の第1位、ホールドオーバーズ、置いてけぼりのホリデーでございます。はい。はい、これはもうね、結構もうヒット中らしいですよ。ヒットするでしょ、この内容は。ね、これヒットすると思うし、はい。これはヒットしますね。そう、あの、日本のね、お客さん、はい、映画ファンに受けると思うし、うん、実はお客かなり入ってるらしいです。はい、2023年のアメリカ映画、うん、アレクサンダー・ペイン監督の新作ですね、うん。ファミリーツリー・ネブラスカ、ダウンサイズ以来か。ダウンサイズ以来の新作になります。
ペイン監督はね、2004年のあの、大人気作サイドウェイ以来、約20年ぶりにポール・ジアマッティを主演に迎えてタッグを組んだ、はい、ヒューマンドラマでございます。物語の舞台はね、1970年の年末から71年の頭、マサチューセッツ州ボストン近郊にある全寮制の寄宿学校、まあ、名門私立高校、バートンアカデミーですよね。そこが舞台になるんですけども、まあ、気真面目で皮肉屋で、学生や同僚からも嫌われているってすごいけど、これ、説明文。古代史のベテラン教師、ポール。母親が再婚したために、休暇の、間も寄宿舎に残ることになった。まあ、ちょっとね、あの、問題児の、学生、アンガス。あと自分の息子をベトナム戦争で、亡くした寄宿舎の食堂の料理長、メアリーという、まあ、一見すると、本当なんかバラバラのね、うん、3人が2週間のクリスマス休暇を、こう、共に過ごす。はい、まあ、ある種疑似家族のように過ごすことになるといった物語でございます。うん、脚本はね、テレビシリーズ23号室の小悪魔とか、ママと恋に落ちる魔などに携わってきたデビッド・ヘミングソンが、執筆しております。これがね、まあもうご存知でしょうけども、今年3月の第96回アカデミー賞で、計5部門にノミネートされ、はい、メアリー役のダマイン・ジョイ・ランドルフさんが助演女優賞を受賞したという次第でございます。ジョさん、これはどうご覧になりましたか？いや、非常にこの作品、去年拝見したときは、うん、とにかく、まあ、シンプルにすごく素晴らしかったという感じで。そうですね。あ、多分、特にシンプルっていう意味も、もちろんこの映画の中にいっぱい要素が入っていて、例えばその70年代を舞台にしたとか、はい、監督ご自身が描きたかったそのノスタルティックな部分とか、はい、その、言ってしまえばその、ポールでしたっけ、はい、成長物語とも言ってもいいと思います。あ、ポールは先生じゃない。あ、先生。あ、じゃあ僕が舐めました。アンガス。失礼しました。はい、ね、その成長の物語とかは、そういったところも ありますし、で、まあ、その冬でクリスマスで、過ごすっていう、その2週間っていう時間の中で、まあ、言ってしまう本質的な人間論に入っているんじゃないかなと。ね、後半めっちゃいいよね。めっちゃいいです。前半ってさ、はい、割と、まあ、ヒューマンドラマですよね。コメディ的な。後半すごい良くなるよね。本当そう思う。あと、冬の景色が効いてますね、かなり後半。効いてる、めっちゃいい。はいはい、うん、めっちゃいい、あの感じ。うん、これね、めちゃめちゃ良かったです。うん、僕はもう、本当でも、ジョーさんおっしゃるよね。はい、まあ、文句のない。はい。普通に見て素晴らしい。そうそう、暖かくなりますね、こういう作品見るのは。はい。なんかもう本当皆さんにおすすめなんですよ。はい、もう、情感もポエジーも満点で、はい。まあ、ウェルメイドのね、ウェルメイド、うん、ある種お手本のようによくできた映画なんですけども、はい、僕、だから今日ここでお伝えしたいのは、はい、僕が大好きな、アレクサンダー・ペイン監督も大好きですけども、はい、僕はハル・アシュビーという監督がね、はい、大好きで、うん、これね、ほぼ春アシュビーなんですよ。春アシュビーって、ジョさんの世代だと、そんなそんなです。そんなでしょ、はい、そんなです。はい。ね、僕持ってきたんですよ。はい、これがさらばクリ、すごい。すごいすごいですけど、こんな映画だったっけみたいな感じで、こっちよ、本当は。はい、こっちの感じなんですよ。そうなんですよ。これが表紙。この表紙おかしいな、はい、こんなの。はい、なこれ、うん、こっち、はい。あとね、これね、ハロルドとモード。これ舞台でもね、はい、大人気ですよね。うん、これハル・アシュビー監督なんですけども、特にね、こっちの方がいいけど、これで言う名シーンです、ね。名シーンです。はいはい、これ3人のね。はい、1973年の、さらば冬のかもめは、現代はね、ザ・ラスト・ディテールって言うんですけども、はい、すごい似てるの、うん、ホールドオーバーズと、うん。これって見てないか見てないです。見てない、はい。これね、はい、なかなか、だからね、見てほしいと思ったといいなんですよ。ね、本当に似てて、雪景色も、あ、そうですか。あ、探します。そう、はいはい。でもね、配信でもあると思うよ。はい、でね、これ、東海岸アメリカの、はい、どこやったかな、そう、行くの、ちょっと忘れちゃった。でも、最後は、ポーツマスや。はい、うん。ニューハンプシャー州をちょっとこれでメイン州に入るところまで行くんですけども、はい、東海岸でボストンを通るのよ。あ、そうですか。だから、ほぼ同じ場所と言っても過言ではないところ。参考したから。そう、もう勘でね、参考してんのよ、これ。はい。だいぶ前から、はい、アレクサンダー・ペイン監督が、はい、そのオールタイムベストみたいなんで、あ、これを。上げてんねん。あ、じゃあ、うん、だからガチです。そう、もうガチ、はい。で、実際、なんか聞いたところによると、今回その、まあ若い子もいるじゃんか、はい、学生さんとか、うん、参考に見てほしい映画の中にも入ってたみたい。あ、うん。だからもう結構、バレてもいいですっていうぐらいのガチオーマー。これ好きですって。そう、はい、もう本当そこにすごい感動して、うん、しかもさ、
一人アフリカ系が入ってるとか、一、はい、人若者が入ってるとか、うん、それも同じ、三、うん、人組の編成もね、同じなんですよ。うん、あ、そうそう、最後、ノーフォークだね、最後ね。はい、ノーフォークの海軍の兵士。で、そうそう、それの、こっちは海軍なんだけどね。うん、だから軍隊をその学校に変えたら、ほぼそのもうホールドオーバーズになってるっていう気もしますし、あとだからその具体的にね、結構いろいろ似せてるっていうのもあるんですけども、それ以上にね、その本質が近いっていうのもあって、ハル・アシュビーの核になる精神って、なんかね、システムの管理下の中の、なんかささやかな抵抗みたいな、感じなんですよ。だからその、すごい派手なカウンターじゃなくて、こういうなんかシステムの抑圧を受けながらも、言うたら、まあ、ある種負けながらも、それでもその圧殺されない個人の尊厳とか反骨心が、まあ、大切に描かれてるっていうのがあって、あとやっぱある種のイノセンスだとか、そういうものがね、すごい、大切に描かれてる監督。で、しかもその、塩梅ね、そのドラマの、はい、まあ、ちょっと地味なんですけども、その辺もね、かなり、ペイン監督が受け継いでるなと思いましたね。で、その、ハルードとモードをなぜ持ってきたかというと、これその音楽はキャット・スティーブンスっていう、まあ、シンガーソングライターの方が音楽をやってるんですけども、今回のホールドオーバーズも、キャット・スティーブンスの、ザ・ウィンドっていう曲がね、使われていたりとか、はいはいはい、まあ、ほんと具体的にオマージュが捧げられている。うんっていう次第なんですよ。いや、こう。うん、すみません、もうザーッと。いや、ぜひ見てほしいなと。この2本はね、もう本当に。そう。うん。これはね、本当損しないと思いますし。だからね、映像自体もだから、ホールドオーバーズ、かなりもう、一見フィルム撮影かっていうようなぐらいね。そうなんです。偽でしたよね。はい。あれデジタルらしい。デジタルですね。はい。だからデジタルをちょっと、今技術すごいな。すごいよな、はい。だからもうアナログの味わいっていうのも、フィルムの味わいもここまでデジタルしかもかなりこだわってるんですよ、アナログ的な感じを。すごいよね。うん、もうヴィンテージ加工がエゴいなと思って、はい、素晴らしいデジタルのカラーリングでね、そこまで再現できる時代に入ってきたなと思いましたし、うん、あと、まあ、劇場で見るのはね、小さな巨人という、はい、アーサー・ペン監督の西部劇、はい。あれはまあ、1970年の、映画なんで、まあ、その時代、ね、時代ですね。合わせてきてるっていう感じだと思いますけども。はいはい、だから、ハル・アシュビー監督はね、だから、ジョさん生まれた年に亡くなってんだわ。1988年に亡くなってて、59歳で、かなり若かった。若かったですね。うん。晩年がね、結構不遇だったんですよ。これを両方70年代の映画なんで、うんうん、80年代がね、まあ、まあ、ローリングストーンズのドキュメンタリーとかあったんだけども、ちょっとあんまり、うん、本領を発揮できなかったっていうのがあって、あ、そう、言わせた。さらば冬のカモメは、うん、リチャード・リンクレーターが、はい、30年後の同窓会っていう、はい、あれが、直接ではないんだけども、続編的な作品なんですよ。なるほど、うん。そうそうそう。なるほど。そういう流れもあって、だから結構ね、映画監督でハル・アシュビーを尊敬してる人はね、まあ、ショーン・ペンとかもそうだし、うん、多いんですよ。アメリカ国内は確かに多分ね。そう。はい。キャメロン・クローとかもね、そうですね、はい、ハル・アシュビーファンだと思うし。私もちょっとこれからいろいろ勉強してみます、うん。ちょっとだから作家的にさ、ガツンと立つっていうタイプとはちょっと違うから、うん、ちょっと、なかなか注目されないかもしれないですけども。今回それを、うん、これをきっかけに、もうちょっと再評価されてほしいですね。そう。もうそれだけを、ちょっと私、お伝え。今日はやってまいりましたという感じで、すいませんでしたけども。いやいやいや。はい。ハル・アシュビーは再発見、うん、そしてホールドオーバーズ。ホールドオーバーズ、本当に、その、うん、まあ、2023年、もうほぼほぼ最後のその賞レース作品。そうかもね。はいはい、新内みたいな感じ。そうですね。もう6月だからしかも。でもこれさ、はいはい、受賞は、まあ、地味っちゃ地味やけど、そうですね。うん、でも、すごい、広い層に受ける可能性がある。うん、そうですな。しかも、ノミネートされて、もうすでに評価されてるっていう感じだね、はいはいはい。その、わざわざ受賞の、その派手な受賞には至らないけど、はい、実は、うん、見るすべき一本。そう、はい。見る価値がある一本という作品なんです。本当そう思う。はいはい、これ、実は、自分はこれが一番好きなんですっていう方が多いタイプのすごくいい映画だと思いますので、はい、うん、広い方々に見ていただきたいなと、劇場で思っております、はい。はい。ぜひご覧ください。っていう感じ。うん、じゃあ、あと一本ちょっと、屋外で言っていいですか、はい、うん、これもちょっともう、ほぼ、こちらの趣味みたいなもんなんですけども、うん、ちょっと、これですね。はい。これ、ちっちゃいやつ。はい。ロック系ドキュメンタリーなんですけど、ラウダーザンユーシンク、ギャリー・ヤングとペイブメントの物語っていうね、はい、もう、ペイブメントっていう、まあ、アメリカの90年代、まあ、今もまたちょっとやってるんですけども、うん、
アメリカの90年代に出てきた、まあ、オルタナロックバンドの中でも、うん、まあ、僕がとりわけ好きだったのが、ペーブメントというバンドでして、まあ、基本メンバーは、まあ、当時の若者というか、まあ、僕よりちょっと上ぐらいの世代の方々が、まあ、オリジナルメンバーなんですけども、一人だけそのヒッピー世代のおっさんがドラムをやっていってまして、はい、それがそのギャリー・ヤングっていう、この、ああ、飛んじゃった。この方なんですけど、ね、ギャリー・ヤングさんね。いわゆる、ま、変人、奇人変人キャラの名物メンバーだったんですけども、まあ、初期にだけ在籍していて、まあ、途中で抜けちゃうっていう経緯があったんですよ。で、まあ、首っていう感じだったんですけども、まあ、でも引き続き彼はその愛されキャラではあって、まあ、とにかくあの時代のそのオルタナティブロックシーンで忘れがたい人物だったっていうことがあるんですよね。で、その彼にまつわるドキュメンタリーができたっていうんで、去年、2023年のサウスバイサウスウェストで、はい、あの、初めて上映されて、で、観客賞を取ったんですよ。で、その時に、僕はあの、ちょっと見ててね、こんなんできて、しかも観客賞を取ってるのかと思って。観客賞取るのがすごいです。すごいでした、ね。こんなね、あの、言ったらマニアックなネタのね、うん、ドキュメンタリー映画ができて、早く見たいと思ってた一本なんか、ちゃんと日本にやってまいりまして。それもすごいです、ね。はい。やっぱりまあ、日本でもね、あの、うん、そう、ロッキーオンの中でそのギャリー・ヤングの連載があったりとか、うん、まあ、あの、その時代を知る、あの、ロックハンの方にはもうすごくお馴染みの方なんで、公開になったという経緯があると思うんですけども、あの、この題材に興味がある方はこれも絶対、ぜひ見ていただきたいなと思っております。はい、僕的にはこの、泣き笑いっていう意味でも、結構ホールドオーバーズに近い、うん、あのテンション。面白いその、キャラクターのものですよね。そう、はい、そう、これはね、うん、あの、すごく良かったです、ね。はい。あの、ぜひおすすめしておきます。はい。はい。ジョサの方は？あ、そうです。一本、はい、その、松竹映画があって、はい、90歳なんで、何がめでたいって言ってたんですけど、はいはいはい。あれもなんかヒットしてるでしょ？なんか大ヒットしましたね。あの、本当にその、この作品に関しても、うん、あの、今年の実は上海国際合戦でワールドプレミアされた作品です。はい。で、私もその最初を見たときは、やっぱり、松竹の、なんていうか、この映画自体が実際松竹企画ではなくて TBS さん企画したものなんですけど、うん、で、前回ちょっと老後資金も、まあ、普通に楽しめましたので、うん、今回どういう形になるかと、見たら、やっぱりその前作よりもさらに、進化しているというか、あ、そうですか。うん、TBS 作品ですけど、もう本当にザ・松竹喜劇の映画ができてて、プラスその、草笛美智子さんが主演で、はい、90歳、現役が90歳演じることが、なかなかそこら辺の、ね、面白さが、うん、ドキュメンタリー的な映像も入れたりしていて、うん、それはすごく良かったなと思いますし、実際上海で上映された時も、うん、ちょっとその観客どういう感想なのか、ちょっと気になって、調べたら今回上映された日本新作映画の中で、一番、うん口コミが良かったらしい。観客賞のようなもの。本当ですね。観客賞じゃん。はいはい、実質ね。それもちょっと驚きましたが、ね、かなり嬉しかったなと。だから日本も今大ヒット上映中で、ぜひ、ね、お時間がある方が。だから、松竹映画もね、もっとこの辺の映画も、まあ、トラさんでもう終わったので、うん、他のシリーズができたらいいなと思いますね。ねはい、なるほど。いやいや、それはいい話で。はいじゃあ、以上で大丈夫ですか？はい。では、今回以上ということで、皆様、今週も良きシネマライフをお送りください。また来週どうも。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。